ラインバウトでバケイラスは、プロバンス語の銀融詩人トルバドゥール。後半生は騎士。その生涯のほとんどを、イタリアの宮廷で費やしたが、それは1203年までで、以後は第4回十字軍に参加した。その中から、ラインバウトは、南フランスのオランジュに近いバケラスの出身と思われる。宮廷詩人として活躍し、モンフェラートコーボニファーチョ一世の親しい友でもあった。 ボニファーッチョがアスティ、アレッサンドリアの自治都市に対抗して行動を起こした時には彼に仕えた。神聖ローマ皇帝ハ範囲に広く聖のシチリア侵攻に参加。メッシーナの戦いではボニファーッチョを立てて守り抜いてその騎士道精神を称賛された。1204年コンスタンティノポリスの陥落の現場に立ち会い、その後ボニファーッチョに随行してテッサロニキに行った。 エピクレターと呼ばれる彼の作品は、ラテン帝国初期の政治状況を如実に表した重要なものであるが、途中で唐突に終わっている。おそらく、1207年9月4日のブルガリア帝国の攻撃で、ラインバウトは、ボニファーチョと共に戦死したのではないかと言われている。ラインバウトの案だ、唯一の本に残された、現存する歌33曲は、 いずれも彼が作ったものだと考えられている。それに付けられたメロディも8つ残っている。そこには5カ国語のデスコルトや簡テ転ソ、アルバといった様々なトルバドゥールの死刑学士されている。彼の歌の一つ、コレンダ・マイアはエスタンピーといわれるトルバドゥールのメロディの中でも最良のものの一つである。ロスによると彼は二人の音楽家の作った曲を用していると、 言われている。確かに、エスタンピとは純粋な気楽曲に用いられる言葉で、ラインバルトの歌がどうしてそう呼ばれるのか、その謎をすっきり解き明かしてくれる解説である。1922年、2位のベッリーには、ラインバルトを題材に、刺激、ロンブルド・ディバキリス、アイ・マンフェーロトを作った。エドモン・ロスタンの、シラノ・ド・ベルジュラック、遥かなる、姫君のアリュとも言えるが、ロマンティックで、 虚実入り乱れた内容で、ラインバウトは、パトロンの娘ベアトリスに恋をする。ラストで、ラインバウトは戦争で、致命傷を負い、テッサロニキから帰還し、彼女の腕の中で死ぬ。アメリア・イーファン・ベレック、ザリリック・テクス・スピー・33、イン・ハンドブック・オブ・ザ・トルバ・ドールズ、エディテッド・バイ・ FRP、アクハースト・アンド・ジュディス・エム・デービス。ありがとうございます。